今思うのは、この曲で伝えたいことは人は生まれた姿のまま美しいっていうことと、お互いのことを認め合うからこそ世界が仲良くなって大きなことを言えば世界がもっと平和になるんじゃないかなって思います。今すごく物騒な世の中だし、お互いの違いを認め合わないと、なんかダメじゃないかなって偏見とか差別とかもダメだと思うし、だからこの曲で、なんだろう、硬くなったマニュアルを頭をほぐすきっかけになってほしいなって思いながら歌いたいと思います。次の曲マニュアル。 人を傷つける決まり事は守りなさい。ここに書いてある中身見えるでしょ。髪の毛は黒に染めなっちゃ色の君は特に目立つから、そういうことかな。言いたいことはそのハンドブックに書かれている。いい子ちゃんになれっていうこと、スキンヘッドにしてやろうかね。ねえ気づいて Why why can't you see ちゃったのね。ジロジロ見るのやめてよ、イライラするから。証明書がいるだとか冗談もほどほどにしてほしい。従うだけ、そんな奴らに頭のてっぺんを見せても、まだ私の DNA にコンクリートつもりならさ。ねえねえよく見て Why 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 can't you see 私の茶色の髪も瞳の色も背の低さも島の言葉も わざわざ揃えなくても十分世界は美しい。気安く触らないでよ、そこから傷んでくでしょ。ジロジロ見るのやめてよ。
理解できるようになったけれど